ブルアラブブルアラブは、オーストラリア原産の狩猟、牧牛用の犬種である。別名は、オージーピックドッグ。1980年代に作出された、新しい方の犬種である。仕事熱心で瞬足、力があり、かつ暑さに強い犬を目指して作られた。集中力と落ち着きのある、イングリッシュポインター。俊足で、サイズが大きく、友好的なイングリッシュグレイハウンド。 力強く、痛みに強いブルテリアの三犬種を計画的に交配させることで作り出された。また、本種は現在は絶滅してしまったドイツの闘牛犬種、ブレンバイザーの現代版を目指して作られたとも言われている。ブレンバイザーは力が強く、ブルバイティングにも用いられていた強靭な犬種で、牛いじめの禁止後は、牧牛犬として用いられ、優秀に働いた。 本種は主に牧牛犬として、肉牛を管理したり、イノシシや野生化したイノブタの量などに使われる。牧牛犬としては牛を脚力で追いかけるだけでなく、リーダー格の牛に攻撃を軽く消しかけ、怒らせるか怯えさせるかして、コントロールを行う。リーダー牛を上手に操ることによって、他の牛も一遍に移動させるという効率的な管理ができるのである。また、 言うことの聞かない牛などはかかとを軽く噛んで驚かす。ヒーラーという技術を使うこともできる。ブルアラブは別名の通り、牛だけでなく豚や馬の管理も行える有能なハーダーの一つでもある。猟犬としては、優れた視角と嗅覚を駆使して獲物を発見し、サイトハウンドの脚力で追いかけ、ブルーテリア由来の強靭な顎で止めを刺す。 原産国オーストラリアでもまだ珍しい犬種の一つで、ほぼ全てが実用犬として飼育されている。原産国以外ではほとんど飼育されておらず、ケネルクラブなどからは公認登録されていない。大まかな用紙は、グレーハウンド6、ポインター2、ブルーテリア2といった構成である。グレーハウンドの血により、マズル、首、足、胴、尾が長く、ポインターの血により、 嗅覚が鋭く自精神があり、ブルテリアの血により、筋骨隆々で顎など、全身の力が強く、痛みにも強い。胸は広く、耳は、半立ち耳か折れ耳で、尾は、飾り気のないサーベル型のタレを。コートは、スムースコートで、厚さに強く、毛色はホワイトを血として、ブラックやブラウン、レモンなどの単色のブチが入ったものなど。模様は頭部に大きなブチがあり、 体のブチの入り具合はローオンである。体高はオス63から69センチメートル、メス61から66センチメートルの大型犬。性格は落ち着きがあり忠実だが、狩猟の際には有毛果敢になる。身体能力は高く、運動量は非常に多い。気質のように力が強いため、飼育の際にはしっかりとした訓練も必要である。英語版記事。 ありがとうございます。